皆さんこんにちはこれより2024年合格目標マイナー科目18点アップ講座第1回目ゼラの講義を始めてまいります担当は私レクス任意講師根本翔二が行いますよろしくお願いしますえまずこの講座のコンセプトの方を説明していきます他の科目の方とコンセプトは変わりませんが改めて説明させてくださいこちらの方縦軸が合格ライン横が時間軸と思ってください 合格ラインがここだと思ってください。マイナー科目、とにかくやることがいっぱいあります。すべてをまんべんなくやると、なかなかここまでいかない。出やすいところ、出にくいところ、全部同じレベルでやってしまうと、なかなか点が上がらない。マイナー科目でも、実は毎年ここが出るってところがもう決まってるんですよ。 毎年出るとこ決まっってんだったらそこ先やりません先にそこをやって前側でもある程度点が取れる土台点を作ってから伸ばしていくまんべんなくやって点が安定しないのであればむしろ出るところをしっかりやってまず18点分は絶対取れるようにするその上で上を伸ばした方が 効果的ですこの土台作りを3月末までできれば4月末までに終わらせるそしてその後は上を伸ばす作業に行くこれやるのがこのマイナー科目18点アップ講座というものですこのマイナー科目の方は主にまあ午前と午後だった場合は主に5科目の方が重きを置きます 本日は午前科目の方になりますが次回以降は全部後科目の方になりますではこの講座どうやっていくのかとまずレジュメの特徴から説明していきます奇数ページ偶数ページの方に分かれていますえこちら奇数ページの方はまとめ図表偶数ページはその部分の 必須過去問と等連問と題ですどの過去問をやればいいですかもうこれは、ここに載っている必須過去問だけでいいです。この分野に関するものは過去問はこれだけでいいです。そして、当連問題も入れてます。基礎から応用までの問題が全部入っていると思ってください。はい。そして、右のページは、 それを解くための図表が入っています。で、具体的には、こちらが左側のページになりまして、過去問、ここの方はオリジナル、これ、当連問題です。はい、そしてこれに関するまとめ図表があります。で、ところどころね、 こういう字があります。これは左側のページの問題部分に、えー、当たってます。つまり何かっていうと、左側の問題で、ね、5番や6番を間違えた場合、右のページの表で5と6を探す。するとそこが自分の間違ってる部分だってことがわかるんです。あ、この知識がないから間違ってるんだなと。 こんなようにどこの知識がなくて問題が間違えているのか知識が問題が解けないのかというのも分かるようにしています、はい、で講義はどう進行していくかというとまず毎日出る分野がどこなのかということを指摘しますその上でレジュメの奇数ページ右のページをずっと説明しますで復習では 基本皆さんは右のページじゃなくとにかく左をもう解いていってくださいこの時期ですとにかくアウトプットをしてどんどん頭に入れることを優先してくださいでその下間違えたものについた右のページの表で星の位置で確認していくじゃあどんな問題を解くべきなの初受験の方は最低でも過去問が載っているものは全部。 過去番号は全,体全部やってくださいで。受験回数3回以上の方はできればオリジナル問題の方まで手を出しててくださいこれが全部できればもう何問疑問でない限り本試験問題は取れるレベルまでいきますぜひ、過去問そしてできれば最後はオリジナルまでやってくださいそして最後4番そしてできれば 定期的にね、左側の問題を解いてください。全部なのか、間違えたものだけなのかを定期的に解いてください。もう回数で言えば2回、3回、4回とやってください。毎年出るところですから、何回やったっていいんですよ。はい、これがこの講座のコンセプトを進めて方になります。ではまずは、マイナー科目、特に今回は午前科目の方ですが、 どの部分がよく出るのかそして毎年出るところはどうなのかといった話からいきたいと思いますはいではここから毎年出るこの財産班の部分のところを説明していこうと思いますレジュミの方はページの方でいうと4ページの部分窃盗から参りましょう4ページ5ページを見開きにしてもらってまずね4ページの一番上窃盗罪占有に関する論点というところ一旦た解いてみてください 右のページ一番上、窃盗罪、占有に関する論点と載っています。基本ではありますが、確認をさせてください。番称の一枚目、二ページ、こちらの図を使っていきます。人のものを取ったら何罪になるんですかと。横に見て,てください。人が占有する、人の所有する物を取ったり処分すると、窃盗です。 それだけじゃありません。他人が占有する自分の物。自分の物を他人が持ってると。でそれ持ってっても、窃盗です。窃盗というのは、所有権を侵害した時の犯罪ではなく、占有を侵害する。これが窃盗です。 じゃあ、次は横領です。横領の具体例、何か出してみて。預かったお金を着服したとか。いうような場合。自分が占有する。他人のお金を着服する。これが横領です。はい、自己の占有する他人の財物。このフレーズは覚えなきゃいけないフレーズです。 まあ、ちなみに下、自分が占有する自分の物を処分する、何が悪いと。一番下、占有がない他人の物、落とし物を取ったというような場合です。これは異失物横領という犯罪になります。まあ、ちなみに一番下ね。 なくしてしまったモンチチの人形が道端に落ちていたと。戦友が誰もなくて自分のものがねあったので拾った。よかったねと。ということで戦友この部分をが誰にあるかがわからないと、窃盗罪か横領か逸失横領罪かの区別ができなくなります。で今回の皆さんやってもらった問題は戦友を侵害しているということで窃盗と扱われたものです。 で他にも占有状況で論点がいろいろあります。レジュメの方に戻りましょう。財物を一時置き忘れた。丸一番見てください。丸といった場合は窃盗罪が成立するです。 20メーター離れたぐらいでは自分の戦友は残りますだからそれを取れば窃盗です丸のには27メーター離れているこれでも窃盗になります戦友は残ってますイメージはもう見れる範,囲見える範囲だった場合は支配が残ってると思うといいでしょう じゃ今度一番下の1でまずね2を見てやってこれ忘れ物を取ったということで異質物横領になるではないんですこれ旅館の中にあ,の館のに,館にあるものは旅館の支配になります旅旅館館内にあるもののは支配だからそれを取れば窃盗です 一方、一番下、4番を見てください。運行中の電車にあったものを取った場合です。で、ポイントは運行中という点です。運行中、人の出入りが激しい。誰か特定の人の支配とは言えない。 支配なしです支配がないものを取ったことになるので遺失物横領と扱われます、うん、じゃあ次は1番を見てください。 基本外にあるものは誰かの支配とは言えません。外にあるののはは誰かの支配とは言えません、はい、でまあゴルフでイケポチャをしたんですよね。でこのイケポチャになっているこのゴルフボール結構いいニュアンスらしいんですよ。夜中にそこ忍び込んでポーンと飛び込んでこう取ったわけです。じゃあこれって一つ物横領かと。というとこれがポイントになるキーワードです。 この回収再利用を予定していたというところでゴルフ場の支配下にあると評価されますなのでこれは窃盗になるんですね左側の問題4番でこのキーワードがあるのを確認してください ということで、こちらの方は窃盗になりますよと。よろしいでしょうか。じゃあ、ページの方は二ページ先行きまして、七ページの方に行きます。七ページ。上下関係の九というのを見てください。 まあこれは天使の戦友を侵害してますそのため窃盗になります12と13先に読んでくださいでこれは自分の戦友を優先しないでくださいとにかくまずね 人の占有を侵害してたら自分が占有しても窃盗です人の占有を侵害してもあじゃあ自分の占有があったとしても人の占有を侵害すればその時点で窃盗ですだからこの十二は窃盗になるのね十四番この丹前浴衣は これは旅館の支配下にあります。十六番。館内閲覧ということなんで、図書館の支配が残ってます。よろしいでしょうか。 では一番下、死者の占有、死体から物を取る、これは何,何罪かといったら、普通は遺失物横領です。ただ、本当は3つの場合分けがいるんです。でこの場合分けなんですが、 元々ね、その時計を取ろうと思って殺した場合が3。一方、1、殺した後に、ああ、いいもの持ってんなって言って、取った場合が1なんです。で3については、もうこれ、条文があるんですよ。強盗殺人罪ってのがもうね、あるんですね。死刑と無期しか予定してない、そういう犯罪があるんです。 一方一番はじめ取るつもりはない殺したでその後取った場合は殺人罪と窃盗罪になるんです死体から取ってますが窃盗なんですでポイントはここにあります直後あの死んだあとこの辺り触ったらどうでしょうあったかいか冷たいかって言ったらまだあったかいですよね 戦友本当は違うんだけどそんな感じであの死体からね何回かで、ね、物を持ってるときにあるところまではね窃盗なんだけどあるところからね遺失物横領にするっていうあの地裁判例があるんですよ。はい殺害直後ある程度の期間までは戦友が残ってるでしばらく経つと死体になるから遺失物横領になると。 1と、ね、区別してほしいのが2なんです。2は、第三者と。でね、この窃盗になる要件、意識しておいてください。これはね、意識してほしいのは、殺害者が殺害直後に取ると窃盗です。殺害者が殺害直後に取ると窃盗です。 どっちかの要件をクリアしない直後じゃないとか別人が取ったという場合これは遺失物応領となりますじゃあ次はページは9ページの方に行きましょう窃盗罪実行の起水時期 どの時点で奇数になるかとまず定義を見てください。戦友を移した時と。で戦友っていうのは支配です。支配が自分のとこに来ると窃盗です。でこの時に見てほしい要素がありましてそれがね 二つの要素があって一つは「物が大きいか小さいか」「物が大きいか小さいか」でもう一つの要素が「 警備が緩いか厳しいかで物が大きくなれば大きくなるほど支配は遅くなります警備が厳しければ厳しいほど支配は遅くなります自分の支配は遅くなりますちょっとその感覚で 1>, 1番、から見ましルスタックからの窃盗であって、客体が重機から搬出することは他人に愛しまれるような形状の財物、家具、テレビである場合、この場合の起訴時期は、出口へ運んだと、まあ、ある意味、実質外に近いところまで行かないと起訴になりません。 まあただ、ルスタクってところで出口まで行けばいいと。また、あ、現実外まで行かなくてもいいとしています。一方、2を読んでください。警備が厳重でしかも大きい。この場合は、外まで行かないとキスになりません。次、3。靴下の万引き。 ポケットに入れた時これたこ店内ですしかも出口まで行ってません。その時点で生水です。商店という警備がそこまで厳しくない。でしかも靴下と物が小さい。生水時期が早くなります。じゃ次は4番。これ、外まで行かなくていいんです。レジの外側で構いません。 で5番小さい物です隠した時点で奇数になります6と7セットにしましょう6と7セットで読んでみてよ これ乗り物なんです乗り物は運転発射できる状態発射できる状態になればきついですあの自転車とかねあの自動車発射されちゃえばもう生身の体で止められませんなのでこれ発射できる状態になったら支配が確立するということになります これ6番の問題読んでみて6番の問題もうペダルに片足をかけていると。 いうことでもうこれ発射できる状態になってますよねなのでそこでもう起水となります捕まった場合は未水犯ではなく起水犯が成立いたしますでは右のページの方続きいきましょう 今度は財物何を取ったら犯罪なのと、はい、っていうと実はこの刑法では物の定義が条文上ないんですよじゃあその「物って何、まあ、判例の定義は管理可能なものこれを物だというふうに定義してます。 電気ってどううでしょう電気は人間が管理できますだから人の電気を取ればセットになります一方情報ってどうでしょう、まあ、いつも言う話なんですが、まあ、昔ね講義中かなもう自分疲れたよって言ったんですそしたらなんか受講生の方から言われたのがうん1か月ぐらいかな 先生ちょっと聞いたんですけど、やめるって本当ですかといやおい、一言もそんなこと言ってないよ情報は人が管理しきれませんだから情報は財物ではないんですよただね、四番読んでみて これは紙を取ったという扱いなのねでは最後一番読んでくださいでちょっとこれね刑法の引っ掛けあるあるを説明します B の法益がありますでこの法益が違法だったんですこの違法な法益を侵害した場合は犯罪かとっていうとほとんど犯罪になります。あの違法な法益は守んなくていいんじゃないかとそれをねすごい拡大解釈していくとお母さん何 あそこでなんか殴ってる人がいるけどいいの人が人が殴ってるよどうどれ,どれいいのよなんでうん、あれほらうん唐草萌えのお風呂敷持ってかカルおじさんみたいなしげたくかえてもんども取ってるでしょほんだ窃盗なの違法な法益だから何してもいいのケールダンクッケーよ本当なんだいやそんなわけないようんあのねこの違法な法益でもこれ侵害すれば犯罪です これを守りたいというよりも、ここを罰したいんですよ。やった行為を罰したい。なので、これええ、こちらね違法法益、違法な法益を侵害した場合、犯罪にならないよって言ってきた場合は、もう大抵、引っ掛けだと思ってください。